はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8続きをやっていきましょう。ヒーローカネの武器を作ったところで、迎撃戦に突入ですね。奴が来たということで、奴が来るですよ、奴が来るって言うと怒られちゃうかな。まあ、ドギーに話しかけて漂流村を強化していきましょう。何を強化するんだ。防衛策、まあ、敵対特攻とかはね、もう割と手に入ってくるんで、まあ、どんどん使っていきましょう。さあ、できたぜ。デコイ、デコイは上げられない。バリケード、設置数を増やして、ちょっと待ってな。さあ、できたぜ。強化もできますね。ちょっと待ってな。さあ、できたぜ。で、投石機は作れない。スタンも作れない。スタンね、ちょっとね、レベルとか上げたいんだけどね、全然わかんないな、この素材が。もういいのか。よし、じゃあ追撃戦に入りましょう。やつとの戦いだ。いやでもね、やつくるの実況者はめっちゃ好きですね。どう猛なる古代種再び山ウェブ4、あの古代種が再び現れた。新たに鍛えた武器を駆使して今度こそ退けられるか。あ、退けるってか、もうぶっ倒すよこいつ。決着をつけましょう。そのためのヒーローカネですからね。山はこういう地形だから、真ん中のドラを中心に戦況を組んでいきましょう。ちょっとね、引きつけてからドラを打つっていうのもいいと思うんですよね。待ってろ、お前ら。デコイの近くに来たら鳴らす。いいんじゃん、そろそろ。ありがとうさん。で、これをぶっ放せば片付けられるでしょう。いいね。で、戻る頃にはまたドラが復活してるんで、ドラを鳴らして、おお、完璧な戦略だ。逆からも来てるね。これはまだちょっと回復してないか。ほい、ドラすごいな、本当に。あー、で、あのごっついやつはね、ドラ一発だと多分スタンしないんだよね。これは普通に落車で一回ブレークさせよう。 OK、 こっちにもいるな。ドラを鳴らして、あれ、上にいると攻撃ができない上に行けないからな、これ。おりゃ、よし、あとはこっちか。あー、スコーピオンがいるね。ちょっと面倒だな。あ、古代種が、いや、めっちゃ当たるんだけど、超強い。これがヒーローカネの力か。頭を狙えば、てか後ろしか攻撃できないし。よし、倒した。すげえな、ヒーローカネの武器。もう古代種など恐るるに足らず。おお、うちの女性陣頑張ってるね。この村では女性が強いからね。なんとか頑張りましょう。さて、ドラを中心にもう少し引きつけてからだな。あ、っていうか、あいつらか。好きだらけだぜ。ほら、固まるとはアホな連中だ。あ、また8か。これはちょっと任せないとね。鳴らして、よし、不意打ちか。なんて汚ねえ野郎だ。どっから現れたんだ、全く不意打ちとか言うけどさ。古代種など恐れに足らず。あれ、あんまり当たんないな。これは種類が違うからか。まあでも楽勝に倒せますね。強獣の皮持ってるね、いいね。あー、決めて、なんとかブレイクする。
うわーこのパターン、これ絶対めっちゃ当たるっしょ。ほらこいつだな。おら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 、いいね。そうするとサソリの方が厄介だよな。よし、うん、すげえいい感じじゃん。鳥獣の骨、さてドラのところに戻らないと。まっざっとこんなもんだ。リトルパロも何気に頑張ってるし。お、いろんなところから来てるね。安心するんだ。まずちょっと潰せるやつから潰したいな。そうすると、よし、こっちは OK で、さらにドラを打って、あっちは遠いな。おお、おりゃ、うん、まだいるか。ほらこの猿野郎が。さてだいぶ落ち着いたね。また向こうから来てるけど、これさ、もう一回ドラ打ってさ落石結構いいね。結構遅いからねあいつら、普通に動くだけだと。もう一回ドラ打ってもいいんじゃないか。そしてリコッタが、リコッタと、あれ帰ってきちゃった。スタンしないかな。結構タフだね。やばいやばい、来た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 。もう遊んでる場合じゃないぞ。おらおらおら、頭を狙わないと。よーし、いやー、あとどこだ、こいつか。あ、倒してあるしすごい、本当にすごい。いやー、いいもん手に入れたね。レイヤちゃんちょっとサボってるんじゃないか君。お、オースティンが上がってきた。本領発揮といったところか。ウェーブ4、ここでやつが来ますね。緑の悪魔ではないですそんなん知ってるよって感じだけどね。いや、ただね、俺ヤツクルはねあんまり見てないんですよね。他の動画が好きで、君への愛は文鎮のごとしとかね、めっちゃ好きですね。あれもう何回も聞いてますオーケー、あとこっちか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、とりあえずドラ鳴らしとこう。うわー来てる、痛い。この方向が何でも痛いな。よーし、あとはまたこっちか。ドラを鳴らしておいてよかったな。あー、ちょっと右下からも来てるね。落石で倒した。あれなんかプレゼントもらってめっちゃ減ってるけど、ドラ、うおー、すげー減った。こいつの方が厄介なんだよね。そうすると赤と緑だとどっちが強いんだ。緑の方が強いのかな。よし、こっちのレベルが上がった。来てるね。うおー、もうこれは多少のダメージはしょうがない。どうこいつのあいつおら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 、よし、あれまだ生きてる倒したと思った、全然倒してなかった。あー、1個破壊されたか。あれてかやつ来てなくね。この次かな、ボス戦は。でもウェイブは4だったよね。あれディナがトップに躍り出てるし。そろそろ終幕、乗り切る。
来たね、ボス。こっちか。速攻で肩をつける。サルは邪魔だ。お、当たる当たる。よしよしよし。おら、なんかすごい無視されてんだけど。あ、そうね、ちょっと気づいたらね、痛い方向が。これもう使っちゃおう、大丈夫でしょう。ほらほら、頭がちょっと高い。よし、当たったね。でも結構当たった、結構当たった。いいね、オッケー。初戦はもう雑魚だ。この黄色金の武器の前には古代種といえど恐るに足らず。これが俺様の実力よ。クイナちゃんも何気に頑張ってくれてますね。やったらみんな、これで安心だな。これなかなか成績としてもいいんじゃない。どう、おお、 A ランク。でこっち S ランクだし。お、守りの霊薬リムの花。あれリムの花とかさ、見たことなくね。見たこともない花をどっから調達してきたんだこいつらは。いやでもこれで冒険の幅が広がったな。手応えあり。いや手応えっていうかとどめを刺したいんだけど。 やったのか。まだ油断はできません。しぶといね。うーん、ツンツンしろ、ツンツンって。どうやら完全に沈黙したようです。え、倒したってこと。打ち取ったり。おお、打ち取ったり。君たち見に来てたのかい。祝勝会。本当の試練はこれからかもしれないのだって。なんでかもなんだ。深い眠りについたってことはダーナパートかな。特にダーナパートはなかった。深い眠りにつくとダーナパートはないのかな。眠りの方が優先みたいな。頭が割れそう、頭が割れそうとか。ウケんな。え、酒とかあるのこの島に。まあ二日酔いでしょ。それはわかるけどさ、どっから酒を調達してきたんだろう。そうだよな、ジャンダルムはまだ途中だったからね。薬の材料を渡す。あれ、輝く派でいいんだっけ。輝く粘液は宝箱から手に入れたんで
止血剤をねちょっと補充しておきたいんですよね。全部10個くらいは持っておきたい気がするんだけど、材料があるかどうか。何ができたの？気力を回復。気力って何？粉塵水。大した腕前だね。ああなるほど、自信を持つんだ。これからもよろしく。よし、好感度が上がった。おお。いや話をしてもしょうがないからな。エクストラゲージ 50% 上昇。ああなるほどね。ただ輝く粘液が必要なのか。これはちょっとヒールポーションに回した方がいいね。では渡します。綺麗な花を使うのか。まあ5個。では渡します。火消し薬ももう5個使っとこう。はい、どうぞ。あ、これ大量に作れんね。ではよし。ここら辺の妙薬とかも経験値100とかしょぼすぎでしょ。レベル1で仲間になるキャラとか別にいないしね。じゃあそのまままたジャンダルムへ向かう感じでいいのかな。なんか目的地がこっちになってる。一番奥はどこだ。ジャンダルムの中腹。ここだって小屋だもんね。じゃあ中腹から行きますか。まだ全然制圧できてないからな。でも途中にいる古代種はもうぶっ倒せるってことだよね。もう君たちはね邪魔。レベルが上がったし、ちょうど。あれ、ここでボスがいたんだっけ。でボスがいてリコッタに助けられたところで戻ってきたんだ。そうだそうだ。だからこの奥ですね。まあここはモンスターが出ないんで。あれ、こっちもちょっとあれだな、地図を作っていかないと。あれ、なんだこいつ、なんかいるぞ。何こいつマジで。え、何何なのこれ。本当不思議な島だ。ミッシー、あ、こいつたまに見かける変なやつ。セルセタ地方であったかもしれない。あ、そうなの。セルセタはね、俺スーファミのやつしかやってないんで、うん、ちょっと会ったことないけど、あったかもしれない。いろんなところに出没するんだね。そうするとミッシー有名だね。あ、お腹減ってんの。俺食材はね結構持ってるよ。あ、そっか、猫だから魚がいいのか。果物贅沢なやつだな。でもまあ料理をあげればハシビロコウみたいになんかくれるかもしれないですからね。キノコオムレツ。
うん、ちょっとこいつには料理を渡すっていう感じですね。あとはここの地図はもう埋まってるかな。あ、ちょっと埋まってなかったな、端の方が。いやこれ地図埋めるのもめっちゃ大変だな。まあちょっと 100% 本当にやり込もうとするとかなりの労力が必要ですね。隅々まで行かないといけないんで、大雑把に埋めるだけだと絶対ね角の方とか埋まってないところがあるんで。だこれね 98% とかで、ね、止まるとね、もうあとどこだよって絶対なりますからね。お、ちょっと暗い。あれ、なんか世界が変わった気がする。え、すげえな、あそこの島なんだ。いや、これ何、霧がかかってんの。なんかちょっと息苦しいな。こいつの技ありました。高い場所なので、おそらく空気が薄くなっているのでしょう。苦しい時の呼吸法を知ってる。それは少し違うな。リコッターちょっとね、技が使いづらいな、癖がある。うん、どうしようかな。サハドの方が遅いけど攻撃がね安定してるんですよね。リコッターはちょっと慣れないと難しいですね。あれ、これこのまま上にも行けるけどさ、下もすげえ気になるんだよね。さっきのモンスターが下にいたところ、あ、行けないのかなこれ。あ、別に行けるわけじゃないのか。じゃあいいか、ここから落ちないよね、だって。おお、落ちたー。待って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 、死んだ。死んだんだけど、いや別に死んではないけどさ、絶対死んだでしょ今の。超びっくりした。いやすげえなー、どうやって登ってきたんだ。もうお前など怖くない、確実に仕留める。ほら、ザコが七色の顔料って何それ。まあいいや、ちょっと後でこのスコーピオンを倒してから見よう。ほら、あれ、このな、これのタイミングが取れないな。食らうとさ、200以上食らうからね。そろそろ倒れろ。いやマジでスコーピオンの方が強いわこれ。でもなんかそろそろイベントポイントに入りそうな感じだけど、こっちは何にもない。そのまま上に登っていきましょう。もうね、こいつらはだぞって思ったらさすりがいたか。おらおらおら、なんでか早めに回避して後ろを取ろうと思ったら、あ、宝箱が見える、いてー、やべ、ヒールポーションを使う時が来た。リコッタとサハドだったらどっちがいいんだろうな。今のところちょっと何とも言えないな。まだリコッタの方が早いんだけどね。敵対とこう2つか。なんでわざわざ宝箱に入ってんだ。ちょっとリコッタ癖があるからな。もうこいつら完全なる雑魚だな。そう、これをね相手にするときだね。
これを主体にするか。交代だ。おお、小さな花。これまた落ちそうだね。場所だ。痛い。おら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 。あ、しまったしまった。ついついね、罠を出しちゃうんですよね。よし。骨がいっぱい手に入んな。僕の番だな。あれ、こっち側にも。あ、これはあれか、次へ進むルートか。このまま上に行けばいいかな。参り参り。骨が下の方に落っこってったな今。僕の番だな。よいしょ。あれ、宝箱ある。宝箱です。どこどこどこ。こっち地域石。あー、あった。お前下に落っこってる。完熟マンゴー、いいね。こんなところで戦うのか。待ち構えてるし。しかしそれも無駄なこと。クッタでもね、スキル中しか当たらないからね、攻撃に対しては。さて、どんどん登っていこう。三重棍みたいなの覚えたから、ちょっとそれをセットしてみよう。スキル、リコ、お手製トラップはね、マジいらない。これ今何がついてんの。ワイルドスピン、グリーンウィップ、激獣アタック、これをちょっと合爆三段にしよう。まあ25使うけどね。で、ちょっとリコッタにして、合爆三段の性能を見てみよう。これが一番使いやすいな、多分。僕の番だな。こっちにも敵がいる。合爆三段の出番だ。おら、いいね。よし、これでいこう。この武器はそもそも何なの。微妙に伸びるんだけどさ。どっち、こっちか。任せなさい。おお、いいねいいね。あ、あそこにまた古代種がいるけど、ちょっとこっちぶっ倒して、こっちぶっ倒して、あ、こっちはちょっとここ頭をね、狙わないとね、ちょっとダメージの通りがよろしくないんで。ほら、ただ頭を狙うとこの突進を、あれ、めっちゃ突進してる。やべ、怒ってるぞ。 OK、 ここって回復するのかな。ちょっと武器をしまって回復しないね。さて、敵対とこう敵対とこう出てこなかったし。こいつ何なの。待ち構えてはいるが、すぐに死んでいくという悲しいやつだ。アイテムが下へ落っこっていく。これどうせ下に落ちたら戻されちゃうでしょ。おい、あなんで今の、なんで今のダメだったんだ。お伝を登って、もうこれは慎重に行こう。安全圏まで行ったら飛び降りる。いや、でもどこまで登ればいいのこれ。お、またちょっと明るい感じに出てきた。いや、しかも見てる暇ないよ。こいつすげえ動き回ってんの。今まで歩いてきた場所が一望できますね。
なるべくねダメージはもう食らわない方向で行きたいから、フラッシュガードとかよりはもう先に後ろに回り込んでおいて攻撃に転じる。よし、時間はかかるけど確実な戦い方でいこう。今多分ノーダメージでしたよね、スコーピオン戦。こいつはね、来た瞬間始末する。またツタか。よいしょ。で、このツタもちょっと安全圏に来てから飛び移る。こいつらは一掃する。おりゃ。いいね。草津なんちゃらみたいな。名前が変わってんな。やべ、当たってしまった。オーラオーラ、まあ確かにフラッシュガードが出るとね結構楽にはなるんだけど、危険性が高いからね。よし、取り寄せる。で、花があったよね、花が。あ、もうすでに切り取った後か。なんか頂上に着きそうで着かないな。あ、ここいっぱい宝庫だ、宝庫。大したもんないな。しなる小枝ばっかり。質は良くないね。量はあるけど質は良くない。あ、セーブポイント。さて、この先がどんな感じになるかだな。ちょっと続きそうといえば続きそう。あ、そういえばさ、眺めを見てみろみたいなこと言ってたけどさ、もうちょっと上に来すぎたね。というところで、じゃあちょっと頂上近くまで来ましたので今回はこれで終了して、次回この先に進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。